最後に鈴木さんからも最後の舞台にかける思いでしたり私今、まあえー、テレビ朝日で「離婚しない男」というドラマが結構まあまあ話題になってるんですが、えー、この作品を見ていただいたら僕がただの変態ではないということが分かっていただけるんじゃないかと思います。<laughs> <laughs> をを見るととねね、えー、パンティーを脱がしたかかなんとかとか、ねえー、私8歳の息子がいるんですけどもちょっと恥ずかしくなる瞬間もあるんですけどもあれはあれで、ね、素晴らしい作品になったんですけどもあいつはああいうものばっかり描いてんじゃないかってこの作品を見ると本当に素晴らしい青春と涙ということでね、えー、よりこの同じ人が描いたとは思えない作品ですけども是非見て感動していただきたいなと思います。やっっっぱりあの本番このステージにに立って、えー、今さっき通した時には まあ稽古場では感じれなかったやっぱ田中の気持ちっていうのに、えー、気づくことができましたしまあ稽古を本当にこう1月の末から、えー、3人で力を合わせてずっとやってきたんですけどまだまだ気づくことがいっぱいあるなとでここから先、今日の夜から本番が始まるんですけど残りの5公演でまだまだ、えー、僕の知らない田中に出会えるんでしょうしたくさんの方にこう見ていただけるんだなと思うと本当に若、えー、く,くしかないです。今 こうやってできたことは、もう本当に自分一人の力ではなく、最後まで力合わせて頑張ってやりきりたいなと思う気持ちが今一番強いです。では、ジンさんお願いします。はい、コウモ役を務めさせていただきました、ザ・ランページのジンです。はい、えー、本当にこの作品がですね、僕は以前、マオサモさんもおっしゃってましたが、朗読劇で読ませていただいて、本当にこの内容にすごくこう胸を打たれるところがありまして、自分もやっぱりランページというグループをやりながら、えー、その中で、こう。 起きる人間模様だったりとかもも日々あるんですけれどもなんかその『ランページ』の世界線がもしかしたらこうなってたかもしれない,しれないこうなるかもしれないそういったことも感じながらなんかこの、えー、河本という役をやらせていただいてすごくこういろんな感情的になる部分もあったりするんですけれどもでもなんかそういうことってグループだけではなくて日頃こう仕事だったりとか学校だったりとか見てる人たちもきっと同じ、えー、瞬間になあをなじ に立ち会うことがあると思うのでなんかそういう見てくれた人たちの中で何かこの作品が心に残ったらいいなという思いで全力でえ今日まずはゲネプロをえ演じさせていただきましたえ最終日まで本当に颯とも言ってましたけれどもその日その日にしかないえこの舞台の表現というものがきっとあると思うので自分たちも始まったらすぐ終わってしまうと思うのでかみしめながら10公演全力で走りきりたいと思います。あのー もうおさ,むさんとはですね、えー、もうお会いさせていただいてから結構月日が経つんですけども、えー、僕普段こうジェネレーションズというグループをやらさせていただいてるんですがその中で、えー、まあそれこそ初めてお会いした時自分が22とかの時にすごくこうグループの中で個人というもの小森ハヤ人というものが今後こうどういうふうに 成長していくのかどういう色をつけてえどういういふうな道を歩んでいけばいいのかというすごくこう悩みながらもしかしたらジェネレーションズっていう道ももしかしたら自分にはないんじゃないかなと悩んだ時期にえおさむさんに出会わせていただいてそこから本当にもう僕は師匠と呼ばせていただくぐらいたくさんのことをおさむさんに教えていただいてえ今の自分があるのはもう間違いなくえおさむさんに導いていただいたからだなっていう思いがすごくある中でやはり。 酒業をやめられるっていうお話を聞いた時はものすごく衝撃でしたし、えー、嘘だろうと思うこともありましたでこれが最後の舞台になるんだよっていうお話をしていただいて、えー、その中で隼人にぜひとも田中をやってもらいたいっていうお話をもらった時は単純にすごく嬉しかったです何かこう今までお寒さむさんにものすごくこう お前よかったなーみたいなのを表立ってすごく褒めていただくっていう経験はなんか僕がすごく求めてしまうタイプな人間なので「もっとくださいもっとください」みたいななんかおさむさんに褒められたくてなんか一生懸命ここまで頑張ってきたみたいな自分もあるんですけどもしかすると表に立つ自分でおさむさんと携われるのがこれが最後になるんじゃないかなとかと思うとすごく寂しさと。 最後の最後にやっぱり大きな丸をつけたいなと思う自分のその決心みたいなのもあったのでプレッシャーがなかったかと言われると嘘にはなるんですけどそれ以上に今までこう教えていただいたすべてを返せるようにこのステージの上で何か10年後も振り返ったときにあの舞台がすごく良かったよって言っていただけるように頑張りたいなって気持ちでずっっと稽古をやってきましたありがとうございます。ジさんいいかかがでしょうかはい そうですねおさむさんから稽古でおさむさんはその細かくこうだよこうだよってこうアドバイスされることなく本当に、あのー、小細工なしでといいますか,、うん、なんかそういうのがまあ僕が得意ではないのもも,も,もちろん理解してくださって,てなんかこて感じるままにというかすごくエモーショナルに演じてで組とのシーンは本当にあのそういう気持ちで好きな気持ちをもっともっと出していってとか,なんかそういう本当にあのプレッシャーなくというか僕は。 すごく本当になんか稽古からえやりやすい雰囲気を作ってくださってたといいますか,なんかそういう形で今日まで迎えられたのでえ本当に自分を信じてじゃないですけどなんかたくさんのものを1人でも多くの方に届けられるようにあと噛まないように気をつけたいなと思ってます。はい